氷に閉ざされた地図、謎に満ちた伝説のポケモン、ポケットモンスターブラック2ホワイト2、始まりの街ヒオウギシティ。主人公はこの街から旅へと出ます。冒険で訪れる見たことのない場所。ここはポケモンブラックホワイトから2年の月日を経た一種地方。初めて出会うジムリーダーが主人公の挑戦を待ち構えています。2年前、ここにはいなかったポケモンたちとも出会えます。そして伝説のポケモンブラックキュレムとホワイトキュレムが登場。強力な技で主人公の前に立ちはだかります。一種地方には初めて訪れる様々な場所があります。自分だけの映画を作って人気作品を目指すポケウッド、歴代のジムリーダーやチャンピオンたちとバトルができるポケモンワールドトーナメント、他にもワイヤレス通信で近くのプレイヤーとミッションクリアを目指すフェスミッションや、これまでに通信をしたプレイヤーがやってきてお店を開いてくれるジョインアベニューなど、いろいろな出来事が主人公を待っています。2年後の一種地方を舞台に全く新しい冒険が始まる。任天堂 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2、任天堂 3DS でポケットモンスターブラック2ホワイト2がもっと楽しめる。任天堂 3DS ダウンロードソフト、ポケモン AR サーチャー。任天堂 3DS のカメラを使って現実世界を飛び回るポケモンを捕まえる。捕まえたポケモンはポケモンブラック2ホワイト2に連れて行ける。ここでしか出会えない珍しいポケモンを連れていくことも。任天堂 3DS ダウンロードソフト、ポケモン AR サーチャー。2つの力が合わさるとき、新たな伝説が生まれる。任天堂 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2、任天堂 3DS でも遊べます。たくさんのポケモンたちが住む一種地方、この広い世界を一緒に冒険し、育てたポケモンは大切な仲間になる。初めての冒険が待つ任天堂 DS ポケットモンスターブラック2ホワイト2、任天堂 3DS でも遊べます。